こんにちは、たべしわチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はブリットの快適化になります。今日は僕のつけてる、ブリットのシート、ザオーのアームレストを交換したんで、その動画を撮っていきたいと思います。今回取り付けたのが、クルーズ用のアームレストになってます。こんな感じでね、長いタイプになってます。こんな感じで、クルーズの専用の、アームレストは、スウェードタイプになってます。今までついてたのは、こんな感じの短いタイプで、これがザオ専用のアームレストになってます。表面はねちょっと邪魔だよ、このようなレザータイプの表皮になってます。以前に上げた、ザオの動画では、あと特徴的なのが、このアームレストなんですけども、他のモデルに比べて非常に短い、トラックのこの大きいハンドルを回すときにですね、肘が当たらないようなモデルになってます。若干短いね、ちょっとこう乗せにくいというところもあるんですけど、まあ、この辺はまあ怖い。今までのザオのアームレストだと結構窮屈な体勢ではないと、肘を置けなかったんですけども、この分は長さが、あるんで楽に肘を置くことができます。まあ、トラック用のシートなんで、大きいハンドルを回すときに、邪魔にならないようにということで短いアームレストになっているという説明をさせてもらったんですけども、まあ、実際、この長いタイプのやつをつけて、ハンドルを持った感じがこんな感じになってます。まあ、実際、まあ、当たるといえば当たるんですけど、そこまで邪魔になるような感覚はない感じです。このブリットの長いアームレストの唯一の、欠点デメリットといえば、これを上げた時にこのような形で、ショルダーの部分が邪魔をして、完全に上げることができなくなってます。実際のところはね、ほぼほぼ上げることがないんでね、特に問題はないかと思います。で、今まで、運転席側につけてたアームレストですね、これ自体はもう助手席の、左側の方に取り付けて、両側アームレストという形にしてます。このアームレストだと短いんで、このように畳むことができます。はい、ザオの、アームレストをね、長いタイプに交換してね、今運転してるんですけども、今右折で曲がる時にこんな感じ、若干まあ当たるっちゃ当たるんですけども、そこまで邪魔にならないかなっていう感じになってます。で、直進してる時はね、こんな感じで、肘乗せてね運転できるんで、すごい、前のザオの短いタイプよりは楽に肘がね乗せれるようになってるんでね、
長いタイプにね変えてすごい良かったなと思ってます。もともとはね変えたいないとは思ってたんですけどね、 YouTuber のねゆうすけさんがうちの動画を見てねコメントくださって、ゆうすけさんは長いのをねつけますということでコメントいただいたんで、それを見てねちょっと僕も触発されて買っちゃえということで、長いタイプに変えました。もったいないな、もったいないなって言ってねんけどな、ゆうすけさん長いのにするらしいでって、え、じゃあ俺も買おうかなやっぱり。結構ね、値段するんでね、これ1本で8000円ぐらいするんかな。なんでね、どうしようかなってずっと迷いながら短いので来てたんですけども、ちょうどいい機会になって、短いのがええと思って買ったのにな。しゃあないな。動画を見てね、短いの買われた方すいません、長いの買ってください。うちはね長いの、短いやつね助手席のね左側につけて、今だからお母さんの乗ってる助手席側は両方短いのがついてます。はい、なんかもらいました。なんかもらったな。まあ短いの左についてても乗り降りできるから、そうやな。うん、